それでは狼続きをやっていきます。チャンスギです。ボスラッシュを経てヤマト、ここに行くとどこに行くのかな。マルコ、狼アマテラス様、あなたのお姿をこの目で見ることができただけでも、このマルコ至福の喜びでございました。最後まであなたのお供ができませんこと誠痛恨の至りですが、私が存じているアマテラス様ならば何も心配はいりますまい。高間ヶ原で共に脳をかけた日々、その宝物を胸に私も仲間のもとへ向かいます。それではアマテラス様、いつまでもつつがなく。え、お前も成仏すんのかよ。宇宙？おいおいおい、やってんな西洋かぶれ。アマテラス君、もう来たのかい。ユウが来る前にミー一人の力でどうにかしようと思ったけれど、やっぱりそう簡単にはいかないようだ。お前二刀流なのに剣一本なくなってるぞ。ふふ、もうこうして二人並んで立つと、高間ヶ原でオロチを迎え撃ったあの戦いを思い出すね。見てごらん、闇の中に紛れているけど、目の前にいるこいつが箱舟の中で天神族を滅ぼし、下界に災いを振りまいた元凶、暗黒の君主常闇のスメラギだよ。と言っても全然見えないか。ついに起こる100年に一度の幻冬の食が、幻冬の食が起こるとどうなるの。船が飛び立つってこと。アマテラスの力が通じなくなるってこと。太陽が隠れちゃったから。おっと、どうした。あ、筆技たちが、筆紙が抜けて、どうしたこれ、盗まれた。盗まれた、完全に盗まれた。どうすんだこれ。え、幻冬の食は光が作る時空の歪み、100年に一度訪れるこの不吉なる日にいかなる神も抗うことはかなわない。お、卵みたいなクジラ、なんだ魚。おいおいおい、西洋かぶれ、ここに来て株をあげるんじゃないよ。でもミーはこの戦いから逃げることはできない。こんなものが船の底に潜んでいることを知らなかったとはいえ、ミーがこのヤマタを高間ヶ原に持ち込んだのは事実。多くの天神族を死に追いやり、下界をも怪我したミーの罪はどんなことをしてもリセットできないんだ。その剣で耐えられる？あー、お、ロン毛の金髪アマテラス君、予言の者の力がなくてはオロチを倒すことはできない。未来を覗くことができるミーの神通力を信じて、予言の者イザナギが誕生するまでユウは下界で待ち続けてくれた。ミーが月の国から落ち延びた忌まわしい月の民にもかかわらずね、
ユウのそのひたむきな姿にミーは心底感動した。だからユウと一緒にオロシとの戦いに挑んだ時のように、今でもユウを信じていられるんだ。この世に平安をもたらすために、ユウは絶対に高間ヶ原へ帰らなきゃならない。おわー、西洋かぶれ。これはなんだ、さよならか。お、閉まるんかいそれ。どうすんだ。ん？待て、おいおいおい、どういうこと？あ、攻撃はできる。あ、やばい、もうジジイのとこで習ったの体当たりしかねえじゃん、やれること。人気がないから攻撃が、あ、人気ないのか、ほんと。あ、いや、装備してるけど身にまとってない、どういうこと。あ、出てきた。はいはいはい、筆技画鋲を取り戻した。画鋲ってことは一線か。あ、なんだっけ。あ、これが一線か。筆技一線を取り戻した。よし、おっと、うわ、落ちた。そんなことあるの。やばいやばい、打ち返せるのかな。打ち返せない。よし、これこうか。柵、筆技、桜花を取り戻した。ここ、え、はいはいはい、お、お、おお、なんだなんだなんだ、戻ったのか。ここはなんかめっちゃ燃えてるけど、待て、え、これ桜花じゃどうしようもなくない。上燃えるよ、関係ないもんね、危ない。あ、バック、筆技テカ玉、テカ玉か、テカ玉効くんかこいつ。あ、ん、無駄無駄、濡れ、濡れ髪、これで水が使える。はいはい、お、これはテカ玉かな。
わあ、一回じゃ無理か。弓？筆技月光を取りました。月光国関係ある？どうしよう。うわ、めんどくさい。うわ、めちゃくちゃだよこいつの攻撃の仕方。なんだよ。よし、ん、え、どういうこと？またどういうこと？どう、おお、火か。いや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 、はぜ、筆技疾風。おお、そういうこと。燃え神か。よし、だいぶ力を取り戻した。グレン、おっと、はいはい、ここで道を作る。あ、3つ揃うと打撃が。わあ、戻ってきた。霧隠れ。よし。さあ。おお。なんだなんだなんだ。おお、おいおいおい、あ、なるほど。ちょっと待てよ。ん、戻ってきた。壁、壁足りが、壁足り？あそこ登れんのか。あ、待った、あ、壁足りか。そう、激筆技、陣雷を取り戻した。陣雷が戻ってきたのはでかいんじゃないこれ。おい、来た。
おお。ダメだ。よし。ああ、凍らすやつね。よし。さあ、これで全ての筆技取り戻したけど、へへ、やったじゃねえか。それじゃあいつものあれを。あれ、一寸ってどのタイミングで戻ってきたこいつ。狼様の勝ち名乗り、打ちかますか。いや、ほんとそれだよ。あれ？あ、いないよね。おい、殴られた。ん？あれ、筆紙の星座が全部ぶっ壊された。なんだその右手みたいな感じ。おっと、闇のつめらぎ、これが本性。マジ？まだあるんか。まったく、あいつはいつもポワッとしてやがるな。オイラがいちいち世話してやらねえと何にもできねえんだ。お姉ちゃん、ワンコどっかで泣いている。ワンコが泣いているからお天道様が隠れちゃったの。ビエーン。ワンコしばらく見ないけど、どこへ行っちゃったのかしら。私が神様なんかいないって言ったこと怒ったの。穴掘りをしろ。まさかお前が狼様だったとはな。早いとこ太陽で照らしてくれなきゃ。ハヤブサのやつが心配してるじゃねえか。伏せ姫、狼様、この村はもう自分たちだけで守って行けます。しかし発見者の者たちも貴殿とお会いしたがっておりますゆえ、何とぞまたその元気なお姿をお見せください。玉屋野郎、えらく燃えてる神様だったな。何があったか知らねえが、いつまでも隠れてるって言うなら、一発どでかいのぶち上げて目覚まさせてやるぜ。竹取りの木な。ふにゃ、あの狼さん、狼様だったの。それなら竹細工の一つでもお供えしておけば、こんな風に真っ暗にならずに済んだのかね。お、みかんじ。あ、あのいたずら者め。まさか本物の知らぬ様の生まれ変わりじゃったとは。お山は随分桜町の好きな神様だったよ。こんなに真っ暗になっちまったのはお腹でも空かせているのかね。お、スズメ。お前、あれっきり会ってねえけど。ジューン、ひ親分が天にお祈りをしていなさる。シロちゃん、急に太陽が消えちゃったけど、何か良くないことでもあったのかしら。あいつのことだ。何があろうとも簡単にへこたれるものか。何せこのスサノオの兄弟なのだからな。はっはっはっは。
この筆遣い、心を震わせる何かがある。おきくるみ、一寸目、絵の道を知ったわけではなかったのだ。一つの道を極めようとすれば必ず成功と失敗を問われる。しかしその道を歩むことにこそかけがえのない価値があるのだ。お前も自分の力を信じて、ただひたすら己の道を進むがいい。一寸殿、ついに貴殿も覚悟をされたのですね。その覚悟がこの絵からひしひしと伝わってきます。この絵ならば人の心を動かし、闇の中に狼を支える大きな信仰心を育むことでしょう。アマテラス殿、もう心配はいりませんよ。やりおったなわが孫、一寸よ。この魂のこもった筆遣い、まさに信仰伝道師、伝統大使の名にふさわしいものじゃ。じいちゃん目見えないんじゃなかったっけ。このように神の意向を伝道し、人々の心に感謝の気持ちを呼び覚ますお天道様の使者なの。アマテラス、お主は今わし以上の相棒を持ったぞ。さあさあ皆さん、暗がりの中で申し訳ねえが、ちょいとこいつを見てくんな。旅絵師一寸様が心を込めて描いたご尊神狼アマテラス様のご尊用だ。甘こう聞こえるか。お前まさかオイラがいなくなってからまた路地踏んだりしちゃいないだろうな。せっかくオイラも覚悟を決めてこうやって神様伝道の旅回りを追っ始めたんだ。その神様が寝ぼけていたんじゃ話にならねえ。不景気な面してないで一丁気合を入れ直せってんだ。おっと、オイラもちんたらしてらんねえや。さあさあ皆さん、こいつをちょっと見てくんな。天の国からやってきたお天道様のご尊神狼アマテラス様のご尊用だ。ついさっきまでお空でニコニコ笑ってたのに、どういうわけだかへそを曲げちまって、おかげでこの世は真っ暗闇だ。これじゃ表で気持ちよく昼寝もできないし、稲穂だってしおれちまうわ。草や花は片っ端から枯れちまって、洗濯物も乾かねえ。妖怪どもは大手を振ってそこら中歩き回り、お祭り騒ぎときたもんだ。そんな陰気な世の中は誰も望んじゃいないだろう。それならどうだい、ここは一つみんなで力を合わせて狼様のご機嫌取りといかねえか。何、ちょっと天に向かって手を合わせ心の中で感謝の気持ちを捧げるだけだい。年がら年中神頼みってのも情けねえ。だましには神様をねぎらって、少しは苦労を肩代わりしてやろうじゃねえか。みんなの心が届いたらお天道様も機嫌を直して顔を出し、浮世をあまねく照らしてくれら。だって狼アマテラス様はポカポカ陽気がご心情のお調子者なんだからな。そうだろアマコ、聞こえてんなら返事しろ。この煙くじゃら泣ける。腕神の力も復活して、太陽も出ました。いよいよ真の力を取り戻しましたね。さあ、容赦ねえないきなり。
カウンターだけで聞いてないな。ご天道様、こうか。あ、ああ、またよしよし。頑張れ甘子。よし、よし。お？これは？おお、牛若か。倒れてなかったか。ファンタスティックアマテラス君、ここまで本当に長い道のりだったけど、下界中に闇をもたらした宿命の強敵常闇のスメラギもこれで永遠に消え去ったよ。それにしてもあのゴムマリ君、一番おいしい出番をまさか狙って持っていったんじゃないだろうね。あはは、ちょっとくすぐったいな。こらこら、よだれのおサンキューだよ。さてアマテラス君、世直しの旅という荒波の中へ本格的に船出をしようじゃないか。兄たちの旅はまだまだ終わらない。優は高間ヶ原へ帰って国を立て直し、移しを太平に導かなくてはならないんだからね。いざ天の国高間ヶ原へ抜けて全速前進。あ、ヤマトで行くんだ。今のちっこい宇宙船じゃなくて。天への道か。ふふ、なんだか面白そうな響きがあるじゃねえか。へへ、言ったはずだぜ天子。この旅絵師一寸様は一度しがみついたら何をされても絶対離れないってな。待ってるよ。人間たちに信仰心を解いて回ったら必ずお前の不景気な面を拝みに行ってやるからな。それまで達者でいるんだぜ、ゲムクジャラ。
ほう。あれが高間ヶ原か。富士山みたいな山がありますね。はい、というわけで狼、最後まで無事クリアすることができました。長らくご視聴いただきありがとうございました。最後泣けたな、一寸のセリフいい感じの、なんですかね、子供に響くのかな、大人になった自分だからいろいろ思い返しちゃうところもありますね、ああいうセリフにはね。いやー面白かったなこのゲーム。やってみて操作がもっとアクション重視かと思ったけど、割とストーリー重視のゲームでしたね。なんというか泣けた本当に泣けた。最後文章読むのが辛かったぐらい泣けましたね。本当に楽しいゲームでした。皆様もぜひね、やってみたいなと思う方がいらしたらやってみてください。いろいろカットしてる部分もありますので、その辺も含めて全話楽しんでいただけたらと思います。あーいたなおいんちゃんとかこの竜宮がもうここ刺さったの一番面白かったですけどね。鬼ヶ島に体当たりかよっていうね。あー白装束を着ててね、100年前のヤマタノオロチを倒しに行くっていうのもちょっと面白い展開でしたね。ほんとストーリーがよく練られてるんだよなこのゲーム。お、鶴が飛んでる。いや最後ね、天に光が宿って2頭で戦うっていうのもなかなか感動的でしたね。でここ今まで出会った人たちがこう拝むところ、もう元気玉ですよねこれ。もう完全にドラゴンボールの元気玉を思い出しますよ。オラに力を分けてくれみたいな。面白かったな。これも完全にこの曲流れてるんで著作権云々の表示が出るんだけど、どうでもいいですねこのゲーム気をつけないといろんなところで著作権のミュージック使ってますよみたいに出てくるんですよね。もうどうでもいいかなと思ってますし、そもそもこれ広告つけてるわけでも何でもないんであれなんですけど、あああれですね、竜宮で子供が生まれたんですね。おめでたいですね。お、鬼どもが踊ってるし太鼓叩いてるし、あ、八剣士っていうかもう五剣士しかいないけどね。もう桜の散り方が綺麗だな、くるくる回りながら落ちてんだな。なるほどね。お、子供が生まれたのか楽観これか。なるほど、最後モンハンってならなくてよかったわなめめ
誰も知らない秘密のお話、今日はこの辺でおしまいにしておこうかの。これはたくさんの人々の思いがこもった大切なお話じゃ。お主の胸にだけそっとしまっておくのじゃぞ。一寸が語ったのかな。なんじゃと、誰も知らないお話をどうしてわしが知っているかって。お主ここまで聞いとってわからんかったのか。全くぼわっとしてるから肝心なとこに気づかんのじゃ。お前のようなやつはもう一度最初からわしの名筆をとくと拝むがよいわ。さあ今日はわしも疲れた。お主がどうしてもというのなら、またいつか続きを聞かせてやるわい。じゃが今は彼らが歩んだ童貞に思いを馳せ、ひとまずこの絵巻物の紐を言うとするぞ。狼アマテラスの冒険絵巻、お後は次のお楽しみじゃ。